探さないでください。マキシマムマイティ X より、マキシマムマイティ X さーん。君がいなくて、僕は。ガダマス。どこ行っちゃったんだろう。あ、エグゼイドさんがやってきましたよ。あら、エグゼイドさん、なんだか元気なさそうだけど、何かあったんですか？あ、ネネちゃん、ガラピコくん、実は最近無敵ゲーマーにばかり変身してたじゃない？そしたら、大丈夫ですか？ゆっくり落ち着いてからでいいので話してください。うん、頑張って話すよ。実はこの間朝起きたら、こんな手紙が枕元に置いてあったんだ。手紙、これですね。ガラピコ、読んでみます。最近無敵ゲーマーにばかりなって、僕には変身してくれませんね。僕なんかもういらなくなっちゃったんですね。あー、寂しい。僕は許します。探さないでください。マキシマムマイティ X より。マキシマムマイティ X って、あのレベル99になった時に着る鎧みたいなやつよね。うん、テレビとかで見てくれたかもしれないけど、実はあいつ俺が着ていなくても動けるんだ。意志を持っているんだ。そうだったんですね。そしたら構ってあげないと寂しくなっちゃうかもしれませんね。それで家出までさせることになっちゃった。クロノスとかパラドと戦うのも大変だったけど、こんな事件今までに起きたことないから、僕どうしたら。事件なのね。ここは久しぶりの事件あるところにネネ探偵あり。ネネちゃん、ネネちゃん、なんだか急に元気そうになりましたね。本当は他人の子が大好きなんじゃないんですか。うん、最後ね、ピッピと探しなさいよ。ピッピとピ、まずはこれ。捕まるといえばこれが定番よね。定番ではありますが、あんなの簡単に逃げられますよ。ザルですよ、ザル。まあそうね、仕方ない。次の作戦よ。はい。あらららら。次はこれよ。なるほど、お尋ね人ですね。これはいいかもしれませんが、何ですかこれ。200万億万円って、これどういう金額ですか。いや、なんかたくさんお金あげるって言った方が捕まえてくれるかななんて思って。そんなにたくさんあなたお金持ってるんですか。持ってないけど、もううるさいわね。マキシマムマイティ X さん。マックス。え、マックスって何ですか。マキシマムマイティ X って長いじゃない。だから最初と最後を取ってマックスにしたの。なるほど。マックス、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 みんな探してる。マックス、マックス、マックス。あれ、僕のことマックスって呼んでる。僕の名前マックスなんかじゃない。マックスなんかじゃない。マックス、マックス。きっとマックスは近くからエグゼイドさんのことを見ていたんですね。家族みたいなものだから離れるに離れられないわよね。ほら、ガラピコ、感動の瞬間よ。僕の名前はマックスなんかじゃない。マックス、君がいなくて僕は無敵ゲーマーに変身できなくなったじゃないか。つこー、君がいないと無敵ゲーマーになってクロノスとパラドと戦えないじゃないか。エグゼイドさん、それはひどいよ。もう帰らない。待てよマックス、もう帰らない。待て、見つけたからにはもう逃がさない。次を逃げないように頑丈な鎖で縛ってやる。待て。頑丈な鎖で縛ってやるだなんて怖い。かわいそうですねマックス。ほんとよね、逃げたくなる気持ちはわかるわ。僕は帰らない。待て、待たない。待て、なんだかあのまま家出してた方がマックスにとっては良かったのかもしれないですね。そうね、だから僕の名前はマックスじゃない。あら、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。ガダマスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てねー。